田舎セラーアーティストの塚まみです。今日は世界堂に来ました。梶原先生によりちょっといろいろな絵のことを教えてもらってます。あ、こんにちはじゃあとりあえず鉛筆で、はい、これが水性鉛筆、あの水墨画みたいな、うん、でこれがカーボン系の鉛筆で、うん、これがいつも使っているグラファイトの鉛筆、あの黒鉛ので、ちょっと違いを書きますね、はい、でね、10B でやるとこれだけ真っ黒になる、うん、グラファイト、すだけど、黒でしょ。でもこれカーボン系でもっと濃いんですよ。あ、すっごい真っ黒でしょ、うん、カーボンの鉛筆で木炭との同じぐらいのね濃さになって、うん、でこれが水性の鉛筆で、これ水性の鉛筆なんですよ。で何が違うか、で何が違うかというと、これ水性カーボングラファイトなんですけど、ここに水筆があるんですよ、はい、これも何もなんないけど、うん、これこんなになるから水性の鉛筆だから、これこういうふうにつけてかけるんだ、こういう感じで、あのこういうね、あの竹のこういう感じで、本当だあ、すごいこういう水墨画みたいになる、これがあの水性鉛筆です、うん、すごい。え、これ水性の鉛筆こんなふうになる、こうなんだ、だから水墨画みたいな、こう、あのなんですよ、こうやって影入れたり、信じられないだって今まあ、先生上手だからあのパッパッパッってやって水ここだつけてやってもいいし、書いてからやってもいい、うん、それは自由なんだ。でちょっとこれで、うん、これでつけて書いて、書ける、書けるぞ、書ける、そこ書きましたみたいなやつ、水彩画、すごいすごい、そうそうそう、あ、そう、にじみとか、うん、すごいね、面白いですよ、うん、これもほら紙がね遣都使だからちょっとあれだけど、あ、水彩紙使えば、水彩紙なんてある、使うともっとじわーっとね、うん、あるんだ、もういっぱいいろいろあれするってわかんない、わけがわかんないですね鉛筆はこういった種類があるんで、うんうん、これ終わんなくなっちゃうのでここでやめとけば、やめとけば、はい、ありがとうございます、はいはい、そうなんだ、梶原先生の絵です。なんとですよ、なんとです、写真じゃないんですよ、わかりますこれ、もうどう見たって写真にしか私には見えなくてですね、こういうのを描く人がいるということにね、会えたっていうのはすごい幸せで、それで、その先生がですよ、なんとですよ、皆さん、みんなに優しいんですよ、それがいいなって私、とっても思っててですね、まずね、感動したんですね。で、絵の方に入りましょう。こちらも、モデルさんいらっしゃったみたいで、もう本当に何だろう、言葉が出ないんだけどすっごい精密ですよね、本当に。髪の毛とか見てくださいよ、唇とかこの線とか、あと髪の毛のこのサッサッサってなってるとか、あと私がすごいなと思ったのは、この帽子ですよね、帽子のこのなんていうの、巻いてあるやつありますよね、これてん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 ってなってるとこすごくないですか、これかけるだってかけないよね、絶対かけないよね、私そう思ったんですよ。あとすごいなって思うのは背景の方もすごいんですよ。だってこれ絵先に描いて多分後ろ描いていらっしゃると思うんですが、絵を描いた後に
どのぐらい経ってから後ろを描いてるんだろうなと私はまず思いましたですね。だってすぐ描いたら絶対これ混じっちゃうと思いますよ皆さん。では先生に聞いてみましょう。今全然聞いてなかった。あの背景を描くって時に先に描きましたか、それとも絵を先に描きましたか。あ、これですか。はい、あの風景とかを描くときは、はい、あの遠景って言って、はい、遠くから描くっていうのが、はい、まあ、基礎っていうか、あ、なんか遠くから描くっていう、うん、でもこれ人物とかだったら、はい、まあ、ここを輪郭線描いて、はい、で描いてから、うん、そうだね、塗るのは背景かな、ね、あ、背景がある場合は背景から塗らないとここを合わせづらいんですわ。ですよね、やっぱ。そうです。だってね、こっち書いてから後ろ書こうと思ったらここにはみ出ちゃうことになりますね。一応これはそうですよね。じゃあここで、うん、ハッピー占いを。はい。マミのハッピー占いのコーナーに移ります。マミのハッピー占いコーナーに移ります。今日はですね、梶原先生の絵を見に来ました。で、先生はですね、まずとっても気さくな方で、あの皆さんにとても優しいんですね。それで、あのアートやる人って私いつも思うんですけど、そういう方が多いなって思うんですよ。で、絵の方に移りますね。絵の方は、あの本当にあの写真じゃないかっていうものを描く方で、そのなんだろう、心がどうなってるのかなって私すごく知りたくてですね。皆さん思いませんか、だってそういう人がいるっていうことはですよ、その人の心がどういうふうになってその絵を描いたかっていうのをすごく知りたいんですよね。そういうふうに思います。そういう先生なんです。ということで今の占いです。占いにしちゃいます。という占いにしちゃいます。今日はでは皆さんさようなら。次回をお楽しみに。今日も素敵なお話できたね。うん。ではまた来週お楽しみに。